皆さん、コんバんバティーでビるクく、ボイ、キングタックです。キングタックの P リーらいまあ、引退クラッシャーに続きて、メモリアルクラッシャーの話です。確か、節目の記録ですね、いろいろ。ボーリングでもまあ、節目のまあ、連続200とかいろいろあって、優勝を逃した人、パーフェクト出してか、でも、初パーフェクト出してても、優勝を逃した人も、やはりクラッシャーが多いですね、対抗する相手が。はい。あとは、プロ野球でも言うと、 坂本の2000本安打打ったのに対し、打ったのにも関わらず、えー、田中王家がなんと満塁ホームランで負けてしまう、メモリアルクラッシャーが起きたね、いろいろと。まあ、引退クラッシャーもあったけど、まあ、国防飛行機さんの引退時代になんとノーヒットノーランとなってしまって、あの、西祐貴投手ですね。それもクラッシャーですね、はい。大変ですね。あとはまあ、通算勝利数も、まあ、阻止する場面、2000本安打達成戦にも関わらず、チームはやべえという、メモリアルクラッシャーが多いですね、はい。 というわけで以上です。バイバーイ